私が王座が地上に設立されるための御国手順そして計画と呼ぶ部分はこの章で終わりになります神様がこの世から教会を取り去られた後残った人々は恐ろしい大観難の時期を通りますその時期はハルマゲドンの戦いをもって終わりますこの章はこの世の哲学には相反します お分かりの通り、人間は自分自身の努力によってユートピアを立て上げて、この世を発展させようとします。人間が神様から離れて築き上げたものは、すべてが恐ろしい裁きのもとに入れられます。人間のすべての働きは神様に矛盾しており、最終的な衝突に至らなければなりません。その衝突は、ここで私たちの目の前にハルマゲドンの戦いとして示されています。 人間の罪はついに自分自身のために王国をもたらそうとする罪の死サタンに指揮されます。そしてその王国こそが大観難時代なのです。大観難時代を終わらせることができるのはキリストがご自分の御国を建てるために地上に来られることだけです。この章は全体が将来を見ています。アシリア人は消え去りました。 イザヤ書34章1節国々を近づいて聞け。諸国の民を耳を傾けよ。地とそれに満ちるもの世界とそこから生え出た全てのものよ。聞け。イザヤ書1章2節において、神様は天と地とをこのご自分の民、イスラエルに対するご自分の裁きの承認として呼ばれました。天を聞け、地も耳を傾けよ。主が語られるからだ。コラが私が大きくし育てた。しかし彼らは私に逆らった。 この章では神様は地上の国々だけを国々に対するご自分の最終的な裁きの承認として呼ばれます。イザヤ書34章2節主が全ての国に向かって怒り、全ての軍勢に向かって行き通り、彼らを整絶し、彼らが虐殺されるままにされたからだ。 この裁きを描写するのに選ばれた言葉を注意深く観察してください。怒り、憤り、清別、そして虐殺されるままにされたと書かれています。使える表現の中で最も強いものです。裁きは世界的であり厳しいものです。地球の海の苦しみの時なのです。地球は神様の裁きに向かって動いています。罪深い人間のためには素晴らしい日が来る代わりに裁きの時が来ようとしているのです。 私たちの周りの現代の文明社会を見回してみると、私たちが目にする全てのものは全能の神様の裁きのもとに置かれようとしているのです。三節。彼らの殺された者は投げやられ、その死体は悪臭を放ち、山々はその地によって解ける。 私にはこの説明は聖書の中で最も恐ろしく、悪を起こされ、起こさせるものです。私はこれよりひどいことを何一つ思いつくことはできません。この説に書かれていることは、主イエスがここにおられた時に言われたことと、黙示録が地上に来るべき裁きについて教えていることとを一層強固にします。私は多くの人々がこれを疑っていることに気づいています。そのことは数年前に湾岸地域で、 熱帯性ハリケーンが起こった時のことを思い起こさせます。彼らは嵐の予報を嘲笑い、みんな死んでしまいました。神様は裁きが来ると言っておられます。そして裁きは来るのです。伊沢書34章4節天の板昇は朽ち果て、天は巻物のように巻かれる。その板昇は枯れ落ちる。葡萄の木から葉が枯れ落ちるように、一軸の木から葉が枯れ落ちるように。 小さな葉っぱが木から落ちるのを見て枝に糊でつけようとしてもそれはくっつかないし生き返ることはありません。同じように確かに裁きが来ようとしています。それを来ないように止めることはできません。私たちにできることは一つだけです。避難する場所を確保することです。神様に耳を傾けてください。そして主イエスが地上に来ようとしている嵐の時の避難場所であることを覚えていてください。 五節。天では私の剣に血が染み込んでいる。見よ。これがエドムの上に下り、私が聖潔すると定めた民の上に下るからだ。 神様は天でご自分の剣に血を染み込ませておられます。これは理解するべき重要なことです。あなたや私がこの地上で剣を取るとき、それは復讐やまたは何か隠れた動機のためです。神様が剣を取られるとき、それは地上の公平等正義のためです。神様の剣には天で血が染み込んでいます。そして裁きのゆえにその剣が地上に下るのです。エドムはエサウです。そしてエサウは 肉を示します。エサウはアダムにあって、神様と神様のために反抗的な全ての人々の代表です。神様はエドムを裁かれます。彼らは神様に逆らい、神様のために逆らい、神様の御言葉に逆らい、全ての正しく良いものに逆らうからです。八節。それは主の復讐の日であり、シオンの訴えのためにあだを返す年である。 それは主の復讐の日です。私たちはこのことをイザヤ書63章1から3節でもう一度見ます。ナイアガラの滝が流れないようにすることはできないように、主の復讐の日を止めることはできません。神様はこの地上で物事が正しくされなければならないと言われます。正しくするためには神様は邪悪なものと反抗的なものを鎮圧されなければなりません。多くの人々は神様にひれ伏しません。 でも、この宇宙は神様のものですから、彼らはどこに行こうというのでしょう。神様は彼らのために唯一の場所を用意しておられます。それは地獄と呼ばれています。あなたは地獄に対して自分自身の考えを持っておられるかもしれませんが、その場所は、ま、疑いなく、文字通りの日よりもずっと悪いところです。 神様の御言葉は神聖なものです。主イエスは言われました。マタイの福音書5章18節。誠にあなた方に告げます。天地が滅び失せない限り、立法の中の一点一角でも決してされることはありません。全部が成就されます。天気予報を読んで、もし嵐の予報が出ているなら、その嵐から逃れる手はずを整えることが賢明というものです。 この35章に来て、私たちはハルマゲドンの戦いが全てのものの終わりではないことを神様に感謝することができます。35章は私的な宝石です。裁きの区分を終了するこの章には、交渉で私的な正義感があります。もう裁きの日は燃え尽き、公平の剣は鞘に収められました。地上の困難の夜は終わり。 千年王国の喜びの朝がやってきました。この箇所は、苦しみを通って平和へ、夜を通って夜明けへ、裁きを通って救いへ、涙を通って夜の喜びへたどり着った平和の高地で終わります。この章の静けさは、前の章とそれよりも前の章にもあった裁きの嵐とは対照的です。画家の著者と一緒に、私たちも冬が過ぎ去って地上に花々が現れたということができます。画家2章11から12節。ほら、冬は過ぎ去り、大雨も通り過ぎていった。 私には花が咲き乱れ、海の歌の季節がやってきた。山端の声が私たちの国に聞こえる。最初に私たちは物質的な地球が回復され、罪の呪いが解かれるのを見ます。これが地球の体です。イザヤ書35章一節。荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる。バラのように花を咲かせる。 私たちは今日、世界の砂漠が年々広がっていると聞かされています。干ばつと土の侵食がこの過程を促進しています。今日地球は汚染で満たされています。でもこの全ては千年王国の時に逆転されます。スモッグは晴れ、罪の呪いは取り去られます。 よく知られた美しい荒野はバラのように花を咲かせるという表現は適切で幸せな将来の地球の描写ですもしあなたがアメリカの南西部の砂漠のことをよく知っているのならこの表現は印象的な印象的であることでしょうそこでは干ばつがひどくて広大な草地が砂嵐に侵食されていました千年王国の間にはこの全てが逆転されます遺材書35章2節盛んに花を咲かせ喜び喜んで歌う レバノンの栄光とカルメルやシャロンの意向をこれに賜るので、彼らは主の栄光、私たちの神の意向を見る。パウロは、非造物は埋めき生みの苦しみをしていると言いましたが、千年王国では非造物は喜ぶのです。ローマ人への手紙、8章22節、私たちは非造物全体が今に至るまで、共に埋めきとともに生みの苦しみをしていることを知っています。人間の心理的な部分だけでなく、人間の体も新しくされます。 三節、弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよう。秘蔵物は私たちが新しい体を与えられるのを待っています。イザヤ書三十五章四節、心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな、見よ、あなた方の神を、復讐が神の報いが来る。神は来て、あなた方を救われる。裁きの嵐の棚の中で、神様の民は喜ぶことができます。なぜなら彼らは、神様が来て、自分たちを救ってくださることを知るようになるからです。 教会には大観難時代を決して経験することがないというさらなる希望と喜びがあります。イザヤ書35章5から6節。その時、目の見えないものの目は開き、耳の聞こえないものの耳は開くその時、足の泣いたものは鹿のように飛び跳ね、口の聞けないものの舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れる体。病気や全ての苦悩は人間の罪の結果です。三国ではこのようなものは取り除かれます。 イザヤ書35章7から9節。焼けた地は沢となり、潤いのない地は水の湧くところとなり、ジャッカルの伏したねぐらは足やパピルスの茂みとなる。そこに大道があり、その道は聖なる道と呼ばれる。汚れた者はそこを通れない。これは贖がわれた者たちのもの。旅人も愚かな者もこれに迷い込むことはない。そこには獅子もおらず、猛獣もそこに登ってこず。そこで出会うこともない。ただ贖がわれた者たちがそこを歩む。 ク国の時代のなんとうるわしい様子がここに描写されていることでしょう。ここで私たちは地球の霊を見ます。つまり人間は霊的にも新しくされるのです。十節、主に贖がわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながら死ンに入り、その頭には常しえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、悲しみと嘆きとは逃げ去る。 これよりも素敵なことを思いつくことができるでしょうかこれはイスラエルを含んでいるだけではなく、地上で千年王国に入る、あがなわれたすべての者たちを含むのです。ゼカリア書14章16から17節にはこう書かれています。エルサレムに攻めてきたすべての民のうち、生き残った者は皆、毎年万軍の主である王を礼拝し、カリイオの祭りを祝うために登ってくる。地上の諸子族のうち、万軍の主である王を礼拝しに、エルサレムへ登ってこない子族の上には雨が降らない。 私たちは昔のピューリタンのリチャード・バクスターと共に次のように言うことができます。救い主よ、あなたが帰って来られる時を早めてください。生きている者たちが希望を失うことがないように遅れないでください。血が地獄のようになり、あなたの地、境界が塵に帰してしまわないように遅れないでください。あ、急いでください。偉大なる蘇りの日、墓が腐れを受け、塵を保持するとき、あなたに輝かしい星と太陽とが戻ってきます。 孤独なあなたの花嫁は言います。来てください。被造物全体が言います。来てください。主イエスよ。被造物全体は神様の子らの現れを待ちながら、うめきみの苦しみをしています。このようにしてイザヤ書の最初の区分は全ての千年王国の祝福を持って終わります。